ファントムスレッドは2017年のアメリカ合衆国のドラマロマンス映画。監督は世界三大映画祭の監督賞を制覇したポール・トーマス・アンダーソン。主演はアカデミー主演男優賞を3度受賞したダニエル・デイ・ルイス。共演はレスリー・マンビル、ビッキー・クリープスら。音楽はイギリスのロックバンドレディオ・ヘッドのギタリスト、ジョニー・グリーン・ウッド。 監督のアンダーソン、主演のデイルイス、音楽のグリーンウッドのタッグは2007年公開のゼア・ウィル・ビー・ブラッドでも組まれており、本作で2度目のタッグとなった。主演のデイルイスは、本作の主演を最後に、俳優業を引退する。舞台は1950年代のロンドン、オートクチュールの仕立て屋レイノルズ・ウッド・コックは、ある日、若きウェイトレスのアルマと恋に落ちる。 二人の関係は幸せに見えたが、やがてアルマは、数々の女性のドレスを仕立て、数々の女性の心や体に触れてきたレイノルズが、未だに結婚していないことに疑問を抱き始める。これまで順風満帆だった、レイノルズの生活は、若く攻撃的なアルマによってだんだんと狂い始め、レイノルズや、ウッドコック家が隠していた過去や秘密が明らかになる。 カッコ内は日本語吹き替え2016年6月2日、ポール・トーマス・アンダーソンがダニエル・デイ・ルイス主演で1950年代のファッション業界を描いたドラマ映画を作ると報道された。同年9月8日、2017年下旬にフォーカス、フィーチャーズとユニバーサル・ピクチャーズ配給で本作を公開することが分かった。2017年1月、レズリー・マンビル、リチャード・グラハム、 ビッキー・クリープスが出演することが決定した。同年1月下旬、主な撮影がイギリスのライスで行われた。同年11月2日、ポール・トーマス・アンダーソンが自身が本作の撮影をしたという報道をネットニュース内で否定した。アンダーソンはレベッカを念頭に置きながら本作を制作したと語っている。ダニエル・デイ・ルイスは本作の役作りのため、 一年間ニューヨークの裁縫師の下でドレス作りを勉強し、実際に作れるまでになったという。また、デイルイスが参考にしたブランドはバレンシアガであるという。また、デイルイスが演じたレーノルズ・ウッドコックはチャールズ・ジェームスをベースにしているとアンダーソン監督は語っている。本作は批評家、観客双方から称賛されている。 ロッテントマトズでは276の非評価レビューのうち91%が支持評価を下し、平均評価は10点中8.5点となった。メトクリティックでは359のユーザーレビューに基づいて、平均評価は10点中7.7点となった。メタスコアは51の非評価レビューに基づいて、100点中75点となった。ありがとうございます。